塁できるかどうかというジャイアンツ。今日は完全に抑えています。デッドボールが1つ。さあこれはどうでしょうか。おお、打球伸びる伸びる伸びる、入りました。寺内ガッツポーズ。寺内にホームランが飛び出しました。いい時の状態を感じさせましたよね。ストレート、うまく右方向へ弾き返しました。ライト前ヒット。今日のボールを見る限りではね、いい時に比べるとやっぱ落ちてるなということ。足元抜けます。低めのボール当てていってセンターの前に落ちました。ここは寺内のそのバットコントロールが勝りました。ツーアウトから再びジャイアンツランナーが出ます。ランナー一塁です。オリックスが負けか引き分け、阪神負けか引き分け、これだけ揃えばソフトバンク今日交流戦優勝が決まります。それをもう一回磨いていく、新しい球に挑戦していく。セーフティーバット、生きるか、ヘッドスライディングアウト。ルナの好フィールディング。今の取ってから今のセーフティーバット、めちゃくちゃうまいですよ。最高ですか。はい、なおさらそう思うわけですね、はい、ってちょっと他の人がエラーするよりもしたら、そうはあんなくなるとね。一番寺内ですが、このおそらく戻しつつの対戦でしょう。リコスパター三遊間に破りました。セカンドランナー今ホームに帰りました。ジャイアンツ同点に追いつきました。8番寺内。寺内の打球はレフト前に落ちました。さあ寺内がつなぎました。ランナー二塁一塁。これもヒットになるか。3人続けて追い込んでから打たれた。ノーアウト満塁。それぐらい無心でやってたと思うんですね。ここは連打です。高橋寺内と連打ジャイアンツ。ノーアウトランナー二塁一塁。いい当たり、寺内出ました。ノーアウト一塁。気持ちの勝負に入ってきた。センター返し、破った。超のホームイン。橋本のホームに帰ってくる。2点追加。寺内11球目を打ちました。2点タイムリーヒット。4対1。ショートの頭上を越えました。寺内この当たりはいい当たり、レフトの横を抜けていきました。今回同級生寺内の当たりは三遊間破ってレフト前ヒットです。これもレフトへ、ポール際ですが入った。ポールに当たりました。第2号。また寺内オールスターもちろん初出場、1戦目出番なし、2戦目は守備のみの出場でした。初打席、ここでも手の当たり、しかしこれが内野安打になりそう。ヘッドスライディング。気迫を見せました寺内、内野安打。いいですね今のね。いいですね。打ち返して寺内、どうだ、両取り、一塁送球、ファインプレーを見せました。この回はセンター長野、そしてセカンドの寺内、素晴らしい守備で宇都宮を盛り立てます。カブ捉えた、ラクエバックホームタッチはセーフ。今度はジャイアンツがまた一本先に出ます。4対3。ジャイアンツこの回逆転。いやー、取っては取り返しというところです。ボールが漏れている。ランナーはファースト2人飛び出した。ここでボールが戻ってきます。セーフです。石原が
パスボールした時にサードランナーも一度確認したんですけど、それでもあえてセカンドにボールを送球したんですよね。引っ張っていった寺内、ミレッチの前に持っていきました。しかもミレッチはこれボールをこぼしています。甘かったね、はい、チェンジアップが真ん中から、チェンジアップなんだけど、セカンド寺内ナイスプレー、いいプレーが出ました。寺内と坂本ワンアウトです。小川さん、今の動きはどう見ますか。いやー、いいあのコンビネーションって言いますかね、もう切り返して寺内君が投げすると、もう完全なセーフだったんでね、はい、強いボールの投げにはこれしかなかったですね。あ、そうですか、はい、いい当たった、レフトへ伸びて、どうか、入りました。カープのエース前田健太から寺内が打ちました。見えない時もありますね、試合ラインが、はい、自分の目の前に来るまで見えなかった時もありますね。クラウチの当たりです。レフトに上がりました。レフトが下がって下がって下がって、ジャンプどうだ、入った入った、田中から寺内がホームラン、1点差、田中将大1点を取られました。そうですか、打った、左中間を破った、3塁蹴って亀井が今ホームに帰ってくる、サヨナラ勝ち、1・2塁間を回り込んだ寺内、1塁送球、決めたらアウト、なりますが、決まりました、ストライク、あ、壁1回、